スバウキ付近のヤトブヤグ族のものとされる、クルガンクルガンは、ユーラシア大陸中井戸のステップ帯に分布する、青銅器時代の土による紛糾を伴う墓もしくは、石、石塚のマウンドを伴う墳墓である。紛糾墓の一種で、日本の古墳に近い。そこから発展して、しばしば樹木を組んで作った原質のような施設までを指す、ごとして使われる。 クルガンはトルコ語起源のスラブ人の単語である。クルガン型の墳墓は青銅器時代のステップで活動した遊牧民の特徴を表す墳墓であって、アルタイ地方から高ーカサス、ルーマニアにまでまたがる範囲に分布している。このような墳球墓は内部に原質を持つような複雑な構造が見られる。クルガンの中央部にある原質には支配階級の人々が 服装品や捧げ物と共に葬られ、時折その服装品には、馬や、戦車なども見られる。パジリック古豪噴湿度の壁面を大いに見られる、乗馬する男クルガンは、中央アジア西部からヨーロッパにかけて、無数にある。そのうちのいくつかは、以下の通り、古水コールクルガンの断面図、古水コールクルガンの馬の遺体埋葬時創造図。クルガン仮説は、クルガンを建設した人々が、 インドヨーロッパ祖語の話であったとする仮説である。ありがとうございます。